はい、皆さんこんにちは。9月も半ばに入りますね。もう夕方になると結構涼しくなってき、まあ来た頃合いなんですけどね。もうあれですね、セミはもうほとんど鳴いてないですね。もうスズムシ、むしろスズムシなんかが鳴いて、もう少しするとヒグラシなんかも鳴き始めるようになるかなという感じでね。まあ、なかなかだんだん過ごしやすい季節になってくるかと思いますが、まあ、あとね、今の時期になってこう台風が結構起きたりしてね、まあ、去年ほどじゃないんですけど、まあ、ちょっと結構大きな台風が来たりして、まあ、直撃した地域は大変だったようですけどね。まあ、もうね、あんまり台風はね、まあ、来ないでほしいですね。もう、まあ、あんまり、そうですね、まあ、だんだん過ごしやすい季節になっていくかなという感じなんですが、まあ、そんな感じで、まあ、今回のね、今週の理系 YouTube ということで、まあ、始めていきたいかなと思いますが、まず、今回の問題をちょっと、ですね、こういう問題ですね、今回は。というかな、ちょっと、これは N の正の約数はが、ちょっと待って、見にくいですね。ちょっとこうしましょうか。N の正の約数はが5のべき乗にならないということですね。まあ、N は2以上の、まあ、自然数ということで。まあ、これを示せということですね。まあ、5のべき乗、5とか25とか125にはならない。正の約数のはですね。まあ、例えば、N が4だったら、1と2と4だから7ですか。まあ、そんな感じですね。まあ、正の約数の和が5のべき乗にならないということを示す。まあ、N は2以上ということですね。まあ、これもそうですね。まあ、これはもう高校数学でやれますけれども、まあ、ちょっと、まあ、多少は考える必要がありますかね。これ、まあ、これは数学オリンピック、まあでも本戦に出てもおかしくはないですけど、まあ本戦だとちょっと簡単な方っていうぐらいですかね。まあそんな感じですので、考えていただければと思いますね。はい。まあということでね、まあ最近もちょっといろいろと動きはありましたけれども、そうですね。まず、呼び乗りさんは、まあ最近は、まあ、グラフ理論に関する動画なんかも上げられてますが、あと、まあ、龍谷大学でちょっとセミナーをまたね、行われたようで、匠さんもそうだし、編集の安さんもね、ちょっとこう、なかなか面白い話をされてましたがね、なかなか深い内容で、まあ、面白いですね。はい。あと、まあ、ちょっと前の動画で時間についてという、こう、ライブですかね。これがまたね、非常に内容がありましたね。まあ、これについてまた後で触れるとして。あと、鈴木貫太郎さんも、まあ、酔っぱライブがね、この前あって、これ、まあ、最近ちょっとね、ライブはゲストを呼ぶことが多かったんですが、今回は一人で、まあ、これまでの越し方を、まあ、語るとかいう感じでね、まあ、ファンの方にはこう嬉しい、まあ、内容だったんじゃないかと思いますよね。あと、まあ、ちょっと、ま、この前も言いましたけれども、まあ、案内動画で、スタディチューブのイベントを、ね、案内してらっしゃいましたが、これがもうすぐですね、9月22日ですかね、教育系 YouTuber とファンの集いということで、匠さんも鈴木貫太郎さんも生授業がありますかね。あと、まあ、数学クイズで、秋人さん、玉木さん、古賀さんでしたかね。まあ、そういうのもあって、まあ、秋人さんは最近はまたベルトラン・チェブシェフの定理の動画を上げてらっしゃいますね。あと整数問題とか幾何の問題、
まあ、これなかなか面白い問題を挙げてらっしゃいますね。うん、あと、選挙さんは、またね、マイナスの、マイナスかけるマイナスがプラスになるという、まあ、これは中学校でも習うことですけど、これが、まあ、考えてみれば不思議なことなんですがね、これをちょっと漢の、まあ、公理から考えてみるという感じの、まあ、動画を出してらっしゃいました。これはね、まあ、不思議なんですね。言われてみれば不思議なことで、ただまあ、まあ、分配法則であるとか、まあ、そういったことをね、まあ、まあ、うまく働かせるには、やっぱりこう、マイナスかけるマイナスが、まあ、プラスにならないと、うまくいかないみたいなね、まあ、そんな話で、これを見ると、こう、納得がいくんじゃないかなということでね、もう疑問のある方は、こう、やっぱり、まあ、必見ですね、はい。で、まあ、漢といえば、まあ、ユーソンコウさんもね、ちょっと漢の動画を出してらっしゃいまして、これ、カカンカンの局所化ですか。まあ、その他、まあ、軍論、まあ、軍とか、タイとか、まあ、そういう大数系の動画をまた出してらっしゃいますが、まあ、カカンカンの局所化に関しては、これ、スキーム理論上のね、いろんな操作でも重要な役割を果たしますんでね、まあ、これは、これはとても、まあ、参考になる内容だと思いますね。まあ、そういうふうに、まあ、いろいろとありますが、そうですね、さっきの読みのりさんの時間についてというこのライブなんですよね、これが、まあ、いろんなこと、盛りだくさんなんですが、まあ、ちょっとね、やっぱり、おっと思ったのは、この量子論から、熱力学第二法則を導くようなね、研究結果はね、まあ、もうちょっと1、2年前なんでしょうかね、まあ、そういうのが出たという話なんですよね、これが、まあ、結構自然な条件の下で、そういう、まあ、量子論から熱力学第二法則を導く、まあ、そういう、まあ、研究といいますかね、そういうことが発表されていると。まあ、これがまあ、時間の矢なんかに関連するわけですね。あとまあその熱力学関連で、まあ、揺らぎの定理の話も出てましたね。これがエントロピー、まあ、普通は増える方向に動くんですが、まあ、ミクロに見れば、まあ、減るような時もあるわけですけど、まあ、その、まあ、確率の比ですかね、まあ、それは、まあ、まあ、ある式で表されるというふうな話なんですね。で、このアーカイブの、アーカイブの論文ね、論文サイトありますけど、まあ、そこなんかを見ると、この揺らぎの定理について、まあ、最近もいろいろ出てまして、論文としては、まあ、例えばね、揺らぎの定理の、まあ、なんかちょっと発展系みたいなものがあって、まあ、クルックスの揺らぎの定理ですかね。それと、何だったかな、ジャルビンスキ等式だったかな、なんかそんな名前の等式で、まあ、自由エネルギーについての、まあ、等式といいますかね、そういうのがあるんですけれども、まあ、そういうのを絡めた、まあ、発展系、揺らぎの定理の発展系ですね。まあ、そういうのを、まあ、量子多体系に応用したようなね、そういう研究ですね。まあ、そういう論文があったりとかして、これはなかなか面白そう。なかなか面白い内容ですね。まあ、ちょっと見た感じで、なかなか面白い内容ですね。あと、ループ量子重力理論の話も出てましたね。これ、ここでね、まあ、この、時間に関して言うと、ちょっと時間がね、時間のある意味量子化というんですかね、飛び飛びになるみたいな、まあそんな、そんな話、まあそんな側面と言いますかね、まあ、そういう理論にもなっていると。まああるいはその時間なしの理論形式と言いますかね、まあそんな、そんな理論形式とも、見れるということなんですね。で、この、まあ、ループ量子重力理論の絡みで、そう、二重特殊相対論というのはね、ちょっとこう、
まあ、関連するという話が出てたんですかね。この二重相対論、二重特殊相対論というのは、まあ、高速度とプランク長が、まあ、一定といいますかね、それが基準量となるような、まあ、理論ですね。うん、まあまあ、ループ量子重力理論の低エネルギー近似が二重相対論になるというふうな、まあ、結果も出ていますね。うん、でアーカイブ、まあ、その方面の、ね、アーカイブの論文としては、ね、まあ、二重特殊相対論ですかね、それと、ブラックホール、あるいはブラックホールの熱力学への応用ですかね、そういった研究の論文も出ていますね。はい、まあ、そういった方面を、まあ、二重相対論と絡めて、まあ、研究する、うん、まあ、そういう論文が出てますね。うん、まあ、この方面も、まあ、最近でもいろんな論文が出てるようで、これはなかなかね、うん、面白い分野ですね。うん、まあ、そんな感じでね、まあ、最後にもう一回ちょっと問題を、はい、問題はこういう問題ですね。はい、N の正の約数はが5のべき乗にはならないという、ね、まあ、N は2以上の自然数、まあ、これを示せという問題ですね。はい、まあ、こういう、ちょっとね、うん、まあ、ちょっと考えればできる、これは高校数学でできる問題ですので、ね、考えていただければと思います。ということで、まあ、今回の内容が参考になった方は高評価、チャンネル登録とよろしくお願いします。それでまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。